可能性もあったっていう。彼らに近しいところの人間から名前は上がってたよって。うん、女の子たちがやりたくてやってるんですか。そういうことです。抱かれたいために来てる。あれが噂に聞いてた新潟会かとか。あ、まあ、ピここピじゃあイベント中何やってるかって言ったら、うん、もちろん煽りマイクやりますよね。あとまあ朝一だったらこう出目で設定のヒントを出したりとか。面白い楽しい時代ですね。そうですね。だから、まあ、社交心を煽るっていうそういう効率的なねちょっとよろしくないっていう指摘を受けて禁止になっちゃったんだけど、あ、誰も困ってないと思う。いやでも本当にそうだって、うん、ぶっちゃけ今の方がみんな負けてるし。いや本当お金ないよねみんな今の方が。やった方が絶対いいです。全業、うん、みんなお金なくなってる。なんか ねめっちゃ負けるし、ね、フォーホールさんもそうだしさ。そうそうそう、なんでいいことないと思う。だから結局なんだろう、その来店動機が薄れてきたんだよね、まあ、そういうイベントことがなくなる。まあ今でもまあもちろんちゃんとねあの告知ができない状況で信頼を勝ち得て集客できてるお店さんもやっぱ多々あるんだけど、ちょっと隣町の何々店までちょっと明日はなんかチラシが入ってたから行こうかっていうそういうのがなくなっちゃったとか、うん、寂しいですね。なんか本当最近ってちゃんと打ってても負けるというか。どうしようもないというか。それにも投資金額がもうやばいよ、ね、と取り返せないぐらい投資しちゃうから、まあまあ、う投資金額昔と比べて本当に上がってるから、なんか戻りもそんなに昔ほどではないから。パチンコもスロットもねちょっとなかなか、だからライトユーザーがね、やっぱりこうやったことない人がいきなりそんな機械スペック仕様で、ね、まあビギナーズなんちゃらでね、ドーンって出ちゃうことも多々あるだろうけど、でもなんかまた打とうって思うかどうか、うん、怖いねっていう印象の方が、いっぱい出ても怖いし、いっぱい出てもね、そういっぱい出ても怖って、うん、そう早いしね、今早いからパチンコは。なかなかこう三社が噛み合わない、メーカー、ホール、そしてプレイヤーそれぞれのチームもあるだろうっていう、こういう話でいいんですか。全然いいです。いや、いいんですか。いや、全然ゴシップじゃないんですよ。いや、全然あの本当にタイトルがゴシップですけど、はい、別にそのゴシップネタしか喋っちゃいけないとか、はいはい、あ、そうです。そのゴシップじゃないとつまんないとか全くそういうことなくて、いや、もっとなんか俺隠れた性癖とか聞かれるんかなと思って。あ、いいですか、聞いて。いや別にあんな人にこう言えないような特殊な性癖はそんなない。それはないですかね。それはないで、だって複数人とはあるみたいなこと言ってましたね。ありますよ。何人だったんですか。3人。若い頃は相手女性が2人とか合わせて3人ですか。合わせて 3P ってことですか。まあ一応オーソドックスは 3P。 あー、オーソドックスしたことない。ただ、ね、シンプル 3P 普通のよくある感じですか。したことない。したことないよね。それって知り合い同士なんですか。知り合い、たまたまその夜遊んでて終電逃しちゃって、もう冗談半分でちょっと3人で外に行こうかなって。かっちゃん何言っていやらしいって言ってですけど、結局やっぱり入ってやつね。入って、あ、やろっかって。まあその片割れとは僕ちょっと関係あって。あ、もともとあったんですか。はあ、はあ、じゃあ早いですね。でもそのもう一人の友達もあの誰かと関係あったの。で、有川さんの知り合いと誰か。知り合いと関係あったの。まあエッチチな女性っていうのは聞いてたから。なるほど。あいつああいう子はちょっと。3人ですと思ってた。ただやっぱりこうそれぞれにこうよろしくお願いしますっていう感じになっちゃったんで、なかなか大変ですよ。なんか大変そう。はい、どっちもなんか相手しなきゃいけないし、三味一体とはならなかったっ。ああ、難しそう。難しかった。あ、でも2-2みたいな、もうそう順番に
そう、順番に相手して、うん、そしてる間にもう2万、うん、第2枚を消費しちゃいました。やばいな、これ初当たりが重いっすもんね。重いで、1回だけですよね。1回だけですよ、これやばいな。もう U タイムいっちゃいそうな。これはもう、うん、潔くいっちゃおうってことないだろうか。でもこう、抜けるじゃないですか。おっと、魚群が出たよ。おああもうこれビッグクラブ、さっき山内さんがやったー、はい、投資、2万500円。よーし、すごい金使ってんな今日カニがカニを揃える、はい、いい、ちょっとぐらい連チャンして、ほんと、若い頃はね、こうギラ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 したこう脇を掘る欲求を抑えられないっていう人たちも少なくなかったんで。でも今、誰ですよ、だってもうこの性の経験がない人すごい多いらしいですよ。らしいですね。そう、それはね、20代とかでもめっちゃ多いらしいよ。だからリアルがめんどくさいんですよ。そう、他にあと他に楽しいことがあるから、バーセルでもうあらかた 100% はいかなくても、まあ、自分の中でも 50%、60%、70% ぐらい満足しちゃってるじゃないですか。もういいやこれでみたいな。それにびっくりしちゃってね、うん、人との関わりが煩わしいとか、めんどくさくなっちゃうとか、ね、でもそのくせ SNS でつながりたくなるっていう、ちょっとそのよくわからない。やった、レンチャンでございます。ああ、プレミアムアグネスのやつか。これは別に10ラウンドではない、はいはい、アグネス津川が、あ、揃えばってことか。あ、10ラウンド、あ、おお、やったー、やったー。これは10ラウンドなのかな、どうかかな。はい、とりあえず4か。よかったー。言ってたらちょっと逆転チャンス、逆転チャンス、あ、アグネスボーナス、いや、これ誰か入れてほしかったから、これは高い。やりました、やりました、すごい、これ、はい、これだけね、いろんなことを喋らさせていただいたんでねえ、せめてその喋り台ぐらいはちなみにアニカツさん、うん、これ有名な話ですけど、ゲチェラの名付け親っていうのは、あ、はいはいはい、本当なんですよね。そうですね、はい、結果的には言葉が取り歩きしちゃいましたけど、それってこう、どういうきっかけというか、経緯というか、たまたまその実践機で、囲みで、まあこの目がこの目にはまったみたいな、このパターン、要するに臨死目ね、この目が好きっていう囲みがあって、でやっぱり僕は右でいる下段チェリー付き7がいいなみたいな、そういう的なことを書いたんだけど、文字量が足りなくて、右でいる下段チェリー付き7か、ね、収まんなかったから、カッコして、その当時その絵柄配列とか、あの略するのが流行ったんだ。だリプレイリプレイスイカだったらリーリースとか、その流れで略したら、この言葉の響きやばいっすねってなって、確かにすごいいい響き、ゲチェラ最高。そう、他の機種でもその、まあ、その当時の4号機パスロでは、その右レール下段にチェリーのついた7が止まると、まあ、子役外れねとか、まあ、結構チャンス目になったりとか、まあ、熱い出目ではあったんですよ、いろんなメーカーの、まあ、そのいろんなメーカーのゲチャナっていうので、ゲチャナゲチャナゲチャナってみんな使うようになってるっていう。すごい。そうなんですよね、その流行りを生み出すってすごいと思う、ね、いやもうでも本当言葉が一人歩きしただけです。いやでも本当にすごい、今でも知ってるから、ありがとうございます。それはね、それ詳しくない私でも知ってるんで。いやそうなんですよね。ちなみにゴッドを打ちすぎて離婚されたんですか。離婚してないって、それだと誰情報やで。違う違う違う、一応の情報でゴッドを打ちすぎて離婚。今の奥さんとは99年から付き合い一緒にいるんですけど、ミリオンゴッドは2002年ね。で確かにその家庭内がすごい沈痛なムードに、重い空気に包まれたことはあったけどそれはゴッドのせいで、ゴッドのせいで、ミリオンゴッドのせいで、負けすぎてってことですか。負けすぎて、いつも僕は死んだ魚のような目をして帰ってくるから、本当離婚してやろうかなと思ってたこの頃っていうのを後で言ってた。苦笑い。1日でどんぐらい負けるんですか、僕って。
一番最高負けたのがね、まあ、ミリオンごとだけじゃないんだけど、まあ、途中途中ね気分転換でいろんな機種打ち散らかして最高26試合え1日でやばいやばそれはちょっと起きちゃうそれは確かに不穏な空気になるだいたいミリオンゴッドその当時のミリオンゴッドって天井までだいたい7万5000円って言われてたんですよ、で天井の恩恵なんてなくてほぼほぼ単発当たりだけですか、まあ、とにかくその間にゴッド引ければいいやとか言って、まあ、引けるわけないでその日はもう天井ストレート3回単発食らってまあ、それぞれの間に、まあ、ちょっともう頭冷やそうってもっと緩い機会を打つんだけど全然出なかったとかでそれでもう身の元やめてください絶対やめてくださいやめてくださいってあ俺ももうちょっとこれやばいわで、まあ、結果から言うとその通ってた店がそうだったっていう話なんだけど店や、うん、その店に通うのもやめたんですかやめてそしたらその引っ越した先のお店がのごとの状況がもう全然良くて、はいまあ、半分以上取り返したそれはゴッド打つの許してもらえたんですかまたゴッド打ち出すきっかけになったのが面白い話があって、はい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 、たまたま夜他の台をねあの奥さんと一緒に打ってたの、はい、だ閉店間際ちょっとメダルが余っちゃってもういいやってミリオンゴッドもうすぐもうなくなるからちょっといいやって言ったらそれでゴッド引いちゃって、そしたら奥さんちょっとゴッド打っちゃダメって言ってんのに何言ってんのよとか言っていやいやちょっとこれ打ったら これ何だろこれ一発10万だからってえ本当って私もちょっと残ってくれ打っちゃおうかなってそしたらすぐまたバンってなって2人でそのお店あの閉店保証当時あったから、うん、2人であの一緒にして数十分にして20万円でそれからちょくちょく、まあ、そのお店他の機種一緒に通ったんだけどまあ、見てたらゴッド状況いいしそしたら店長さんがうちの店はわざと地獄モード入れたりしませんから安心してご用意くださいって言ってくれて、地獄モードって何ですか地獄モード入れるともう設定6でもねもう相当当たりが遠い他に設定外にそういうモードがあるモードが4つあってあのそれね仕込めたんだよお店が怖っ、うん、怖いっすよいや設定6って審査があってもめちゃくちゃ負けると思うあったきたよっアップだと思ってめっちゃ危ない危ないそうそうもう終わりすごいめっちゃ危なかったラスイラスイ119はいあ危ないこれやっぱりここで当てるのめちゃくちゃ重要でまた120回作って、はい、そうでしょでしょこれねこれでかいよねめっちゃでかい危なよすごいさあ大逆転するよはい奇数ですいいですねはい言ってた私絶対嘘だと思いながら聞いたもん、はい、ましたいやはいいいなちなみにその魚拓さんと船川みたいな噂があったらしい、ね、なんからしいよねいやこれ何でなんですかね分かんない多分共演っていうものがあんまりなさすぎてそういうふうに思う人がいたって多分ね周りがそういうふうに思い込んでたんだから、うん、僕らで、まあ、マッパチ、アニカツ、ガルゾっていうので、まあ、一つの、まあ、ブランドって言ったらあれですけど、なってたじゃないですか。だから主役は主役で、やっぱり、ね、それぞれあんまり集まってもね、どうかなっていうのは、たぶんそれは、もう制作側の配慮もあっただろうし、あうん、役割が結構、ね、なんか確立されてたみたいな。こっちはこっち、こっちはこっち、こっちはこっち。例えば、軸とは軸と、ウイチはウイチ。大きいから大きいから、で、マッパチはマッパチっていうふうに。なるほど、なるほど。なんかその、私も番組共演させてもらってて、ガタクさんとアニカスさんとやらせていただいてるんですけど、最初はなんかちょっと、全然仲良くなさそうだなって思いました。いや、あのね、向こうも多分。悪くはないですよ。よくはなさそうだな、お互い最初はやっぱ合わなかった時期って長かったしやっぱこういうレギュラーな番組でやるっていうのもお互いなんかちょっと変な感じみたいな一歩引いてたっぽい今更みたいな、うん、僕はもうこの年になって、まあ、これは自分はもう番組のタイトルからして自分はもうボケ役でいじられる側に徹しなきゃいけないんだよなっていう
もう 1,2 回やってそれは分かってきたつもりだったので最初は結構探り探り始まった番組なんですけど、まあ、ぎこちなかったですね。夏美ちゃんとも初めてだし、そうなんです。だから私も、もうとりあえずどうしたらいいか分かんない。でしょ、うん、今まで会ったことない共演とかもないから、まともに共演したことそんなないから、うん、どうしようみたいな。そうそうそう、なかなかね、やっていくうちに多分全員が役割を、うん、なんとなく自覚し始めて、ね、私はこれだなみたいな、自分はこれだみたいなのがあって、そうできてきたみたいな。だから夏美ちゃんももう最近はもう下水下ネタにもどんどん玉拾ってくれるから。でも私もともと別にね、あ、そう、そう、もともと別に全然なんですよ。あ、そうなんです。なんですけど、はいはい、なんだろう、なんか作る、あ、みたいな、なんかこう、あ、下ネタ全然言わない女みたいに見られちゃって、そんなことないのに、むしろ入ってきた、国民として入ってきた時の方が下ネタめっちゃ言ってた、下ネタめっちゃ言ってた、だからその時代は多分知らない人が、そうなんですよ。だから僕もうちょっと失礼だけど、ポコミちゃん時代をほぼ存じ上げないんで、ですよね、うん、なので、うん、なんでしょう、ブログとかも全然結構下ネタみたいな感じ、全然なんか私はそっちのイメージかもでしょ、最初から私のこと知ってくれてる人は別に何もびっくりしてない。ね、むしろなんかちょっとなんか綺麗な感じになって、うん、何なのみたいなことはドデさんから言われた。そんなんじゃないでしょあんたみたいな。ああ、そうなの、うん、やばい、そんなこと言ったら言うた、あ、や、言うたみたいな。まあでも十分、まあ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 、まあ、塊としてはね、十分な塊ですね、うん、ね、ああ、よかった。ニカツさんはこのお仕事いつまで続けるんですか？続けられるうち。続けられるっていうのは体力的な問題ですか？まあ、体力的な問題ですが、続けられる状況、僕がこの世界にいられる状況が続くうちは、需要がある限り、そういうことです結局、うん。じゃあニカツさん、こうライターとして今後の抱負とかありますか？なんかご自身の今後とか、まあ、後輩に向けてメッセージとか何かありますか？まあ、まあ、僕あのご存知かもしれないですけど、その古い代に特化した、まあ、YouTube やってるじゃないですか、うん、なんてバカって何度か出てもらいましたけど、はい、まあ、やっぱキャリアが長いだけあって、まあ、僕自身歴史が好きっていうのもあるし、それを伝えて、まあ、年長としてやっぱり後世に伝えなきゃいけないなっていう、ちょっとかっこいい言い方をすればね、そういう気持ちはずっとあるんですけども、その一方でやっぱりこの進化していく、ね、遊戯業界の、まあ、遊戯機そのものに関してもやっぱこうちょっと未来志向で自分自身に臨まなきゃいけないなっていう、まあ、そのどうやってバランス取っていくかなっていうのはやっぱり常に悩みどころではあるんですけどね。やっぱ年食ってくるとやっぱ情報弱者になりやすいっていうか、自分から面倒くせえってなって、知らねえよそんなことってついついなりがちなんで、そういうとこはなるべく、うん、で、まあ、勤めて老害って言われないようにはしないとねっていうのは思ってます。これはあのこの業界内の話では人間として老害になっていけないなっていうのは、はい、常々思ってますね。なるほどですね、はい、でも本当に続けていただけるということなんでね、はい、ファンの方からしたらまあ嬉しいことだと思うんでね、うん、続けられる限り私も頑張ってほしいなと思いますね。続けましょう、はい、続けましょう。80まで、いや、はい、アニカシさん80とかでも全然いけそう、変わんなそう、どうかな、なんかいけそう、どうかな。体さえ無事ならそう、疲れなければ、はい、頑張ります。はい、ということで実践の方を終了したいと思います、はい、まあ、あのいろんな話が聞けて、うん、とても面白かったと思います。そう言っていただけると、はい、ありがとうございます、はい、ということでエンディングに行きたいと思います、はい、実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、実践も楽しかったんですけれども、うん、はい、
すごい楽しい話をいろいろと聞けましたよね。なんか勉強になるよね。勉強になった。生きてきたなんかものが違う。しくじり先生ですか僕。いや教育番組みたいな。いやいやいや。そんなつもりで。教育番組は。教育では。下の下の強めな。やらかしたやらかした下の強めな。一杯二杯飲んでたこれもう下全開になったから面白かったかもしれないね。ああそれ。だからね。かけてくればよかったですね。ちょっと引っ掛けて欲しかった。今日結構あれですもんね、お酒飲んでる感じなかったんで、残ってる感じとかなかったんで。ないですね。ただ今日は あんまり寝てないんですよ、僕。あ、そうなの。緊張して眠れなかったんですよ。どういう、こう左右からどういうあれが来るか。はいはい。本当の話ですか。はい、寝れませんでした。そんな可愛い、繊細な還暦の意外と、意外と、はい、ということなんですが、はい、まず一応あの、うん、パチンコ番組ということで、そうですね、個人個人の収支の方実践したんで、はい、発表していきたいと思います、はい、じゃあ私からいきます、はい、私は投資が15,000円、出玉が963個ということで、さだ玉が残念ながらマイナス2787個と、はい、ちょっと連チャンが伸びず、そうですね、収支伸びず、そうですね、そこそこ引いてたんですけど、はい、という感じで残念な結果でございました。はい、はいはい、私ちょっとね投資いっちゃいましてね、投資が金額で言うと 20.5K、うん、出玉が獲得5174個で、ということはなんとプラス48枚、あまくって、まあ、ちょっとプラス、いやいやいや、すごい、いやすごい、じいじの執念でございますね。じいの執念、うん、はい、G の執念、はい、ということで、じゃあ山ちゃん、はい、私は投資が2500円、出玉が2509玉ということで、収支がプラス1884玉でございました。なんかそれぞれ役割を果たした感じが、なんかこう、うん、この台の全てを見せた気がする、はいはい、確かに、ね、ダメな時とか負ける時はこうだよ、はい、そうですね、負ける時はこうだよ、負ける時はこうだよ、チャンスさえあれば、はい、でなくても勝てる時あるよ、勝てるよっていうので素晴らしい、当たりが早くてそれで逃げ切ったっていう感じで ね、素晴らしい実践番組、いや台本のような本当本当教育番組だ、やっぱり実践番組みたいな感じになっちゃいましたけど、はい、そうですね、はい、ゴシップ話をしてるわけじゃだけじゃなかったと、ね、下ネタばっかりの、うん、複数人プレイの話ばっかりの話ではないということで、下ネタ実際の話ね、はい、まあまあまあ下ネタ帳持ってくればよかったねえだけじゃないぞというところを見せれたということ で、はい、で今回いかがでしたか、初めて出ていただいて、いもっとねガッツンガッツン来るかと思ったけどガツガツねえ、いやもう意外ともう、はい、意外とちょっとお手柔らかすぎました、はいはい、大丈夫です、大丈夫、あのこれぐらいがちょうどいいと思います、あ本当ですか、はいはい、なんか本当勉強になることが多すぎて、なんかやっぱりなんか、うん、なんでしょう、普通にすごいから XJAPAN とか、うん、あ、うん、普通にすごいからなんかね、まあ、あれは本当にもう、もうその話が出るとまで言ってますけど、あれは僕は直接聞いた話じゃなくて、でもでも、ね、回り回って聞いてへーっていう話、いやいやでもこっちが言われてる、こっちがえーっていう感じなんで、はい、皆さん決してあの自慢話とかではないんです、あ、まあ、いや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 、自慢話とは思ってないんですが、普通にやっぱすごいなと、すごい、まあ、そういう時代を共に生きてきた、ね、彼は向こう行っちゃいましたけど、はい、うんうん、なんかまだ俺爆弾持ってたかな、なんか爆弾あれば全然、なんかあ2回目3回目も全然、いやもう全部楽しかったんで、来ていただきたいぐらいなんで、はい、なんかゴシップとか思い出したら、わかりました、また本当に仕込んでいただいて、うん、いろいろ僕の秘密爆発してもいいんで、もうね、ピーだらけになってね、多分言えない話になって、あーピーだらけだとちょっとなんか見てる方置き去りにしてる感じがあるかもしれないんで、そうなんですよね、そこなんですよね、まあその辺のバランスを考えて、難しいはい、ところなんです、この番組の、うん、そうなんでゲストの方もやっぱり来たがらない、わかりました、集まらない、うん、断る人も断られるたくさんいるんで、嫌がられるとこ経営されがちっていうこともありましてね、本日で最終回と、はい、今シーズンで、そうなんですよ、寂しい、悲しい、寂しい、寂しいで本当に私自身もすごい楽しくやらせてもらった、楽しかった、本当に楽しくやらせてもらった、なんかこういう系の番組ってなかなかなかったから、そう、ないないない、うんうん、そうですね、なのでいろいろとね今までも話題になったりとか、うん、炎上仕掛けたりとか、うん、あの、まあまあ内容によってはね、内容によってはね、ゲストの方が本当迷惑を受けたりとか、
ね、責められたりとかね、ちょっと抗議が来たりとかもちょっとありましたりとかね、いろいろあったりした番組なんですけどもね、はい、まあ、ただね、また特ダネがあればいつでも復活する可能性がありますんで、ぜひ復活していただきたいです。そうなんですよ、はい、あとはこう私出たいわみたいな、いいんじゃないですか、ね、立候補でね、そう立候補でね、なんかそういうのも本当にあれば、ね、すぐ復活できると思うみたいな、そうネタの方向の方とか、はい、ニカスさんもなんか推薦人とかいればなんか本当教えてほしいですし、ね、もしいれば、はい、いらっしゃればわかりました、その時にまた復活できたらなと思っております、はいはい、というわけで、最終回のゲストはアニカツさんでした。ありがとうございました。また会える日があれば、はい、その時に会いましょう、はい、ということで